こんにちは。ここは琵琶湖です。滋賀県大津市浜大津。この浜大津には琵琶湖浜大津駅があり、京都から京阪京浜線もやってきます。この京阪京浜線、京都地下鉄からスタートし、山岳地帯を走り抜け、最後は路面電車になります。その路面電車部分から普通の電車、専用軌道になる境目のところが、今回最初にご紹介する踏切です。目の前に歩行者用信号がありますが、横切るのは車ではなく電車です。脇道から4両編成の電車が横切っていきます。遮断機はありません。ここは踏切ではなく電車が横切る横断歩道なのです。踏切のカン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 という音が聞こえますが、その警報音はここではなく隣の踏切の音。この警報音は画面中央の赤い通路の踏切の音でした。この踏切、なんと個人様宅への専用踏切。玄関の前が踏切となっています。上栄町4号踏切、京阪の正式な踏切です。決して住民が勝手に設置した勝手踏切ではありません。踏切は公道と同じ扱いですから、個人様宅用専用踏切ですが、踏切を渡ってみます。これ以上先は個人様宅となりますので、ここで引き返します。滋賀県大津市、珍しい個人様宅用専用踏切、京阪京浜線の上栄町4号踏切のご紹介でした。詳細は別動画がございます。よろしければ後ほど動画説明欄からご覧ください。ここは大阪府柏原市、JR 大和路線の柏原駅です。この駅は JR 大和路線のほかに近鉄道明寺線もやってきます。右側が近鉄道明寺線。近鉄道明寺線は 2.2 キロの短い支線です。支線ですが、大和川を挟み柏原市と藤井寺市方面を直結する唯一の路線、また近鉄最古の歴史ある路線でもあります。大和川を渡り、終点の道明寺駅へ向かいます。道明寺駅の直前に踏切が見えます。今通過した踏切こそ、今回2番目にご紹介する近鉄道明寺線の個人様宅用専用踏切です。大阪府藤井寺市道明寺駅に到着しました。早速見学に行ってみましょう。近鉄道明寺線道明寺第1号踏切。この踏切も個人様宅への専用踏切です。またこの踏切も近鉄の正式な踏切。決して住民が勝手に設置した勝手踏切ではありません。踏切は公道と同じ扱いですから、個人様宅用専用踏切ですが、踏切を渡ってみます。これ以上先は個人様宅となります。ここで引き返します。
個人様宅専用踏切ですから、利用する人も限定的。踏切の警報音も極めて小さく、うるさくありません。2両編成の電車が1時間に4回通過します。詳細は別動画がございますので、よろしければ後ほど動画説明欄からご覧ください。大阪府藤井寺市、珍しい個人様宅用専用踏切、近鉄道明寺線の道明寺第1号踏切のご紹介でした。ここは大阪府豊中市、阪急宝塚線蛍ヶ池駅。阪急に3つある大阪モノレールとの乗り換え駅の1つ、阪急宝塚本線と大阪モノレールが接続します。阪急の大阪空港最寄り駅としても有名です。阪急は大阪空港線として直接大阪空港へ乗れる構想もありますが、まだ構想段階。現在はこの駅で阪急宝塚線と大阪モノレールを乗り継ぐ方法が大阪空港への鉄道最短ルートとなります。その蛍ヶ池駅から阪急線に沿って梅田方面へ線路とともにカーブしながら少しだけ進みます。画面の右側に見えます踏切は、今回最後にご紹介する阪急宝塚線の個人様宅専用踏切です。阪急宝塚線蛍ヶ池曲線踏切。阪急宝塚線の蛍ヶ池駅近くのカーブになったところにあり、踏切名が蛍ヶ池曲線踏切と名付けられました。この踏切もまた阪急の正式な踏切です。決して住民が勝手に設置した勝手踏切ではありません。しかもここは大阪梅田に直結する阪急宝塚本線。電車も頻繁に通ります。横断歩道を渡り、踏切のそばにやってきました。この踏切もまた個人様宅への専用踏切、玄関の前に踏切があります。この踏切は先ほどまでの小規模な踏切とは異なり、車も通れて障害物検出器まで備えています。先ほどの京阪は4両、近鉄は2両でしたが、ここは最大で10両編成の電車が通過します。踏切は公道と同じ扱いですから、個人様宅用専用踏切ですが、踏切を渡ってみます。これ以上先は個人様宅となります。ここで引き返します。ここはもともと併用軌道、つまり路面電車として走っていました。専用軌道として線路を移設した際、住宅入り口が閉ざされてしまい、代わりに専用の踏切が作られました。詳細は別動画がございますので、よろしければ後ほど動画説明欄からご覧ください。今回は京阪、近鉄、阪急の個人様宅専用踏切のご紹介でした。
ご視聴ありがとうございました。